こんなマジックができるようになったんですよ。すごいでしょう。サルエヴァン、ノリです。このチャンネルではカナダから英語で学んだ動画制作のノウハウを日本語を織り交ぜながらシェアしていきますので、まだチャンネル登録をしていないそこのあなた、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日はね、冒頭で見せたマジック、魔法なんですけどね、 YouTube の編集で YouTuber の人なんかでね、よく使われる編集のテクニック、ジャンプカットっていうのがあります。ジャンプカットっていうのは、例えばこんな感じで、これを何も喋ってないところをカットしてつないで、ジャンプカットっていうのは、例えばこんな感じで、こんな風にダラダラ話してるように見せないようにできる、すごい便利なカットのテクニックです。で、このジャンプカットなんですけど、使い方次第ではね、マジックが使えるんですよ。ちょっと今日はそれ見せましょうね。まず用意するのが、2本のバナナ。バナーナですね。このバナナは、まあまあ、どこのでもいいっちゃどこのでもいいんですけど、コロンビア産。やっぱコロンビア産がいい感じのね、魔法にかかりやすいと思います。じゃあまず最初の準備なんですけど、バナナのうち1本を剥いておきます。剥き方とかね、正直どうでもいいんですけども、あんまり剥きすぎない方がいいかもしんないな。これぐらいにしておきましょうか。こう手がね、持てる場所を残しておいた方がいいと思います。じゃあ、これを、こんな感じで剥いたところを、うまく上手にかぶせて、自分の手が届くところ、このカメラのフレームからね、外れた手が届くところに置いときましょう。すぐ近くがいいですよ、マジで。はい、そしてもう一本のバナナ。これをね、持って、これを振った瞬間に、剥いたバナナに魔法でサクッと変えたいと思います。バナナがこのマジックのメインなんで、なるべくこう見てる人がこうバナナに目線が集まるようにしましょう。多分こんな感じがいいんじゃないかな、振るときに。そしてこの振るアングル、振り方なんですけど、必ず一定の振り方になるようにして、同じ振り方でコンスタントに振れるようにしましょう。この後にさっき皮を剥いたバナナを持ってまた振らないといけないんでね、この動きをちょっと手に覚えさせましょう。マッスルメモリー。上に上げた時に顔の辺に来て、そこから振り下ろす。うん、こんな感じでいいかな。じゃあいよいよいきますよ。コツはこのバナナをしっかり、今手の動きを覚えさせましたよね、この腕に、脳みそに覚えさせたこの手の動き、この通りにコンスタントに動かすこと。それ以外の肘、左手とか、こう顔とか体、これは動かさない。これがこのマジックを成功させるめちゃくちゃ大事な秘訣ですよ。いいですか、いきますよ。カナダは今外出自粛中なんですよね。その間にね、こんなマジックができるようになったんですよ。さあ、ここで振り終わったこの時にもう一個のバナナを取りに行きます。はい、ここですね。そしてこの剥いたバナナを振ります。すごいでしょう。ちなみにこれ俺の朝ごはんね。多分今ので大丈夫だと思うけどな。もし失敗してたら、もう今これバナナ食っちゃったから、もう一本バナナ剥かないといけないでしょ。なるべく一発でワンテイクでね、成功させましょうね。じゃあ早速今撮ったシーンを Mac に取り込んでプレミアプロで編集したいと思います。それ以外の無料で使える iMovie なんかのね、ソフトウェアでも基本的にこのジャンプカットの編集はできます。
まあ、ただねプレミアプロを使い慣れてるのと効果音とかねいろいろ入れていい感じのね動画に仕上げたいんでプレミアを使いたいと思います。じゃあやってみましょうか。じゃあ早速プレミアの中で編集していきましょうね。普段は2画面でね俺作業してるんですけど、今回は編集してる画面を録画しないといけないんでこの Mac の画面だけで作業していきたいと思います。じゃあまず最初に動画を取り込みましょう。ダブルタップしてこの動画ですね、動画を取り込みます。必要なところを探しましょうね。ここからだね。はい、ここの振り下ろしたところまでで一回カットしましょう。 O ボタンで O、アウトポイントですね。一番最初の取り入れたいところは I、 キーボードの I のショートカットでインポイント、そしてここまで使いたいっていうポイントはキーボードの O、 ショートカットで O ですね、アウトポイントを決めてインとアウト、使いたい動画の場所を決めます。そして選んだその動画をタイムライン上にドラッグ&ドロップ。 Here you go。 次はバナナを持ち替えてるところですね。持ち替えて振り始める前のここから、この辺から行きましょうか。 I、 インポイント、そして振り下ろして食べたところまで、この辺まででいいかな。 O、 アウトポイント、そしてドラッグ&ドロップでタイムラインに持っていきましょう。皮を剥いてないバナナを振り下ろしたとき、皮を剥いたバナナを振り下ろしたとき、この2つの動画がタイムライン上に並んでいる状態です。ここでジャンプカット、この2つを詰めていきます。ちょっと画面を見やすくするために少しこの線を下げましょうね。ちょっと変わんない、こっちを下げて、はい、ちょうどこの辺のねモーションブロワーが入ってる、はい、ぼやけてるこの辺、この辺を使いましょう。ここでポイントなんですけど、バナナがこう振り下ろした瞬間に変わるっていうところを見せたいんですよね。でそこにフォーカスしてるんで、こういう早い動きをなるべくね間に入れるといいんですよ。その間に早い動きをしてる間に入れ替わってるみたいな。ただその早い動きがやっぱりねモーションブロワー、こうちょっとねこうボケた感じになった方がごまかしやすいんですよね。ごまかしやすいんですよ、人間の目を。なのでシャッタースピードはなるべく低くいけるようにしましょう。撮影するフレームレートはまあ大体ね俺の動画を見てくれてる人は分かってると思うんだけども、今撮ってるのもそうですよ、24フレームパーセカンドで、それに対して180ディグリーシャッタールールでシャッタースピードは48分の1です。これをもし60フレームパーセカンドで撮っているとすると、シャッタースピードはそれに対して120分の1とかになっちゃうんで、あんまりモーションブロワーにならないんですよね。こう手を動かした時にコマとコマの間がこうなんだろう、こうスムーズに動いてる感じが見えないんで、ちょっとこのマジックにはね向かないかもしれないです。24フレームパーセカンドでシャッタースピードは48分の1でやるのがおすすめですよ。じゃあ早速ここで切って、この辺でいいかも。ここで C、 キーボードの C のショートカットでカットします。そしてこの選んだものはいらない、デリート、リップルデリート。2つ目の動画の皮を剥いたやつは多分この辺がいいと思うんですよね。じゃあその皮を剥いてないやつはもう一コマ、もう一コマだけ伸ばしましょうか。はい、で2つをつなげます。これで多分いい感じだと思います。こんなマジックができるようになったんですよ。すごいでしょう。これだけでも全然十分なんですけど、まあ、せっかくなんでねちょっとこう効果音とかも足したいと思います。この2つの効果音を使いましょう、ね、この効果音こうすごいテンションがこうグーって上がってくるような、おーなんか起きるっていうような、こうなんかこうホラー映画とかで使いません？ホラー映画だけじゃないかな、何かこう一つのものをこうじーって見ていく、そのシーンに見てる人のこう目を引きつけていくのにこのサウンドエフェクトすごいいいと思うんですよね。大好きです、俺結構使ってるんですよ。お気に入りのねサウンドエフェクトの一つです。じゃあドラッグドロップで持ってきましょう。
こんなマジックができるようになったんですよ。すごいでしょう。うん、こっちの方がいいですね。だんだんこう盛り上がってきて、気持ちのテンション上げて、バーンっていうね、そんな感じにつなげれたと思います。あとは、こう振ってる時の効果音を足して、もうちょっと臨場感を上げていきましょう。それには、ウーシュエアーを使います。このウーシュサウンドね、俺大好きなんですよ。どんな音か聞きます？ウッって音ね、いいっすよね、これね。これを実際に手を振るシーンに効果音として足していきましょう。この辺からですね。こんなマジックができるようになったんですよ。すごいでしょう。いい感じじゃないですか。さあ、これにカラーグレーディングをしてイントロのシーンに仕上げましょう。こんなマジックができるようになったんですよ。すごいでしょう。さあ、どうでした？こんな感じでね、意外と思ってるよりも簡単にできたんじゃないですか。まあちょっとね、マジックの種明かしはしちゃったけどね。まあこのチャンネルにね、せっかく来てくれてるし、こうやってね、貴重な俺のマジックの種明かしなんかもね、ちょこちょことしていきたいと思います。前の動画にコメントくれてる皆さん、ほんといつもありがとうございます。マジでもう皆さんのコメントにいつもいつも励まされてます。フレームレートを理解して美しい動画を作ろう、撮ろうっていうね、動画にコメントをくれた、Unbelievable217 さん、ありがとうございます。 Unbelievable217 さん、へえ、目から鱗でした。フレームパーセカンドが高ければ高いほど綺麗な動画になると勘違いしていました。違うんですよ。ということは、よくある歩きながら撮っている動画の後ろの木の枝葉が繊細に見えず、ぼやけて見えたりするのは、フレームパーセカンドには関係しないのでしょうか？関係しないと思います。おそらく多分言われてるのが、被写体がここで、その後ろ背景の葉っぱとか枝ってことでしょ？それだったら、おそらく関係してきてるのが、F 値じゃないかなと思うんですよね。F 値と、あとはシャッタースピードかな。F 値が低ければ、例えば F1.8 とか F2 とか3とかありますよね。この数値が低ければ、例えば F1.8 なら F5 で撮った時よりも入ってくる光の量が多いんで、後ろもボケます。F 値を下げると背景はボケます。そしてもう一つがシャッタースピード。シャッタースピードを適正なシャッタースピードに合わせてあげる。なるべく低いシャッタースピードで済むなら低い方がいいです。だから24フレームパーセカンドなんですよね。24フレームパーセカンドで撮るとシャッタースピードは48っていう低い数字で抑えられるでしょ。っていうことは、まあ遠いとことかね、自分がこうフォーカスを合わせてるのがここだとしたら、そのフォーカスポイントよりもちょっと離れた遠いところ、そこはボケます。ちょっとこれ説明するの難しいんでね、そのうちまた動画にしたいと思います。さあ、この動画が良かったと思ったら、止める前に、スキップする前に、この下の高評価のボタンをぜひお願いしますね。そして、また明日の動画で会いましょうね。じゃあね。See you in the next video. Tomorrow's video. Peace out. いいね。